はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。サジッタの隠れ里に着いたところですね。みんなやたら族長に会いなさい、族長に会いなさいって言ってくるので、とりあえず族長のとこに向かいましょう。とりあえずメインが2つあるのですけれども、こっちに行ってみましょう。あれ、どっちからでも行けるってやつ、もしや。なんだこの機械は。まずは族長に会われよ。族長に会ったら、マジこいつらこれしか言えねえのか。こいつか、族長。ただいま戻りました、族長。知っておるとか言ってきそう。あれ、言ってこなかった。話は聞かせてもらった。シリウスってハゲなのに名前はかっこいいな。月からの旅人とわしはこの里の。しかし母さん、我が部族は遠い。我らの使命は魔王を倒す。また魔王が出てくるのかな。そうするとそのための技術と兵器、祖父の代でも父の代でも現れなかった魔王、いよいよ射程圏内に入ったところを。あれ、魔王と勘違いしてんの？あ、違う、魔王がいるんだよ。しかし、一目そこ。俺はその魔王を探す。しかし次に魔王も城も。城ももろとも壊しちゃったらちょっとヤバくない？ちょっと待ってください。浮遊城の中には。なんだと？しかし、だとして。なんですって？魔王、殲滅が最優先だ。我が一族、今さらその使命。そんな。お、アニエス様。アニエスからの通信。お話は聞かせてもらいました。魔王もろとも私も撃ち抜いてください。ならば、おお、さすがだアニエス。撃ちを、私の命と引き換えに。何言ってるの、アニエスを犠牲にす。なんて言ったって俺たちは。そうよ、私たちは。あれ、消えた。お願いです、族長さん。僕らがアニエ。ダメだ、それは危機。次に魔王が我らの射程圏内に入ったら、射程圏内に入ったら撃つんだろ。城の中にいる者を救いたいという。いえ、でも俺たちも。あ、浮遊城に乗り込んでアニエスを救出しよう。もうそれさっきからずっとさ言ってんじゃん。飛んでる浮遊城に。それでも探しましょう。オーケー、俺もできる。この里には外にはないいろんなもの。ねえねえ、言うですよね。コロニーレーザーか。ま、そりゃそうだろうな。こっちがメインですね。おお、これがコロニーレーザーの上か。もう滑ったら死ぬな。よくこんなとこさ走ってられるよな。これ絶対こことかさ、この苔とか、苔の上走ったら滑るでしょう。おお、もう。Have you been a good boy for a kid? じい様の言うこと聞いて。なんでいきなり現地語になるんだよ。まあ確かに変な格好だよな。客人だ。特にティズなんて怪しすぎる。もう顔見せてないから。お子さん？な、ああ。元気なこと。ええ、つまい。あら。死んだ女房が族長の一人娘でな。おお、その割には族長とうまくやってんじゃん。このさ。そう。いや、もう。いや、髪っていうかもうヘルメットかぶってんのになんでわかるんだ。失礼のない。まあまあ、髪型が変なの事実。いや、髪型は見えないだろう。仕方のない。いや、でもこいつらみんな2カ国語喋れんだな。すげえな。この大砲、コロニーレーザーだよ。
知らないの？ああ、こいつは SP ってエネルギーを熱線に転換。俺たちサジッタ族に。なるほど。だ、でもこんな巨大な。いやいや、とんでもない昔から。おお、すげえな。ここにあったそうだ。古代の兵器か。この方と共にいつかこれで魔王。これで私たちを発射してもらって、浮遊場に乗り込んでっての。死んじまうよ。ちえ、ダメ。よし、ついでだ。お、なんかいいもん見せてくれんの。何あれ。ああ、あれは SP タンクか。蓄積する。ほら、人にたくさんの。あのベッドで眠る人々からSP を集めて貯めているんだ。 SP を集め、何、人の力を。ちょっと待ってください。確かに。ああ、そうだな。 SP は時間の流れ。水の流れや風の流れを。 SP はそれの時間版。そうだったのだとすると、この砂時計にも SP を蓄積。おお、こんな小型の SP 蓄積装置があるなんて。しかも寝ている間だ。ちょっと。ええ、しかし気づかなきゃだな。今にも壊れてよくそれでやってこれたな。なんだかんだと。なんで乱暴に扱うの。出たからね。主に補強してくれよ。なんか変わんの、補強すると。あれ、早っ。おー、黄色。いやいや、少しくすんじゃってるけどな。ありがとう。え、何が変わったのそれで。そうだ、ノータさん、サジッタで一番古い場所を教えてください。何か分かると思うんです。博士。旧サジッタ遺跡。それならここからだいぶ離れたところにあるの。ありがとうございます。そこで情報収集だな。ああ、プロキュア、お前は将来この里を見。こいつも連れていくのか。まあ残念だが守ってはやれんぞ。自分の身は自分で守るんだな。宝箱残り2つ。ここは宝箱残り3つ。広くてよくわからん、どこにあるのか。おばあさん。おお、みんな意識が高いね。こいつ何知ってる。あ、それこれ言ったら知らん、そんな変な歌。おお、こっから出れんのね。ああ、これめっちゃ目立つじゃん。目立つじゃん。あ、サブイベントが発生してる。戻らないといけない。逆側に出るとかないの。いや、さすがにあの森をもう一回抜けるのは無理だよ。おうおう、なんか情報くれ。え、何も吹き込んでないんだけど。いや、魔王強いよ。お前らごときじゃかなわない。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どういうことだ。逆側から出るとショートカットできるとか。このまま歩いていくのはめんどくさい。その場合最悪エンカウント率をゼロにしよう。まあ、すげえ便利なゲームだよな。ここだってメインでしょ。え、なんだよ、どっから行くんだよこれ。あ、こっから入ったのね。全然余裕じゃん。いやー、びっくりした。
まあ、もうこいつらは攻撃で余裕でしょう。所詮リンゴだ。あれ、リンゴ防御力高くね全然当たんねえんだけど。ほら、ほら超勝てんだけど、このリンゴ何なんだよ。青リンゴだからまだ熟してないのか。豪速マジか。ファイラーを使うか。おお、めっちゃ当たる。焼き尽くす。焼きリンゴって食べ物ありますよね。でも青リンゴの焼きリンゴだとまずそう。お、なんだなんだこいつらは。焼き尽くそう。ボムのかけら。つらい。なんであいつがケーキ持ってんだよいらないんだけど。よし、じゃあちょっとこのサブイベントからこなしていきましょう。先制攻撃。この機械の方が柔らかいってどういうこと。青リンゴより。青リンゴどんだけ硬いんだよ。さあ次のジョブはなんだ。どこだ。奥か。ジョブをくれ、ジョブを。あれ、ここら辺に人がいなくなってる、そもそも。まあ、あれ、尾行されてんの。この町ってギラギラご、つまり今何投げたの。な、何よって。まだし、え、おお、有名人だな、さすがに。知り合い？よし。いえ、覚えていないの。私、ヒキン、ウッドリートって、あの世界的な有名人なの？奏でる。あら、うん。生涯世界中を巡り歩いた大音、なんでも音楽の力で守る。ああ。そういえば伝説のタクトね。はい。そで若輩者、そんな話し方するから中。いざいざ。え、で、なになになに、どこ行くんだよ。町の下の方ね。あんまり変わんない気がするんだけど。ん？どこだ？確かに見えない、こっからだと。画面上からだと見えない。おお、なんだ？そういや、こんなところあったな。赤魔同士の研究施設だ。もうすっかり存在そのものを忘れていた。で、1年ほど前。まあ。で、それは。の前に。これは。普通。わ。あなたが。なんでは。カナデル・ウッドリートが手掛けた作品は、実は俺も死の大ファンで、発売されたレコードは2枚ずつって、かなりのマニアだな。どうしていれ。そうよ、世界。失礼ですが、ああ、私は今来年のツアーに向けて日々さ、ある広告軍出身。ええ、
それも二人同時に。ここでどっちかを倒すってことね。あちゃー、まあ邪魔をしに来た。その二人、一方は戦場アイドルとして、あーアイドルね、プリン・スーパースターか。そしてもう一方は元黒金の刃、あーバルバロッサ海賊か。どっちがいいかな。しかしプリンはともかく、それがどうも千年遅かなでるウッドリート氏に、先に連絡を、祖父の未発表の楽曲、どこから出てくるのかわからない変な声と、何を、私には理解の、言ってる意味のほとんどがわからなかったので、音楽性の違いってやつか。とりあえずは回答を掘り、そうし割れるようなダミ声で何かを言い立てて、二人ともあの祖父が残、具体的に、ええ、お見かけしたのはたまたま、わかった、私が話を聞、プリンさんは確かリハーサル中だとか、上層スーパーアリーナなんてあるんだ。わかるのは片方だけ。いえ、この国の北にあるカレーダの森に何か、わかった。うん、これはスーパースターの方がいいかな。スーパースター何気に役立ちますからね。ここも宝箱があるのか。このストーブみたいなところに宝箱ありそう。ほらケーキがあった。あと1個はこっちの奥の方かな。おお、リリスの口づけって何、魅了するのか。とりあえず森にいるみたいなんで森へ向かいましょう。あれ違う、スーパーアリーナ、スーパーアリーナどこだ、場所が全然わからん。ああここね、ここスーパーアリーナだったんだ。おいた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 。プリンアラモード、あこいつ引退したんだ。果たしてで復帰したんだ。そんなにノリノリでもなかった。それはね、はいはい分かったから。まさかあんた、おお、グランシップの件です。ってことはプリンもあれ、え、オレンジ、またまた、むむ、先日発見された世界的な大名曲には違いないんです。こってこっての赤なんかやかましい曲だなそれに。ちょっちょっこウッドリート氏の楽曲、ええ、そう、プリンの神アレンジで、はあ、ひとまず希望に添える、あの楽曲を取り、あのねえ、副団長です。うん、っどこか南の海域で夜な夜な怪しげ、はいはい、こうせ邪魔したわね。次はバルバロッサに会いに行くと、もうなんかもうその場で蹴りをつけたいっすよね。こういち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 移動するのがめんどくさい。南の海、結構遠いな。一回海へ出ないといけないんで、タコは蹴散らす。ポンコツロボットが、どこだ、こっちか、まあ、この船も結構早いからな。
よくこの目的地がわかるよな、あれだけの情報で。お、調整一撃。ん？ここか。おお。フランキースカ号。めっちゃボロ船だな。その反応。さーてと。あ。おい船長、早く話を進めろ。ここにいた。ああこれ、海賊のアスタリスク所持者、キャプテンハイレビン・バルバロッサ。元は広告軍第一師団、かつては海にロマンを求め、果たして。いやいや、聖騎士殿。面倒なのでイデアでいいわ。それで今歌って。あ、そうなの。うん、こいつもやかましい曲が流れ出したな。海に奏でるゴッドリートさっき歌っていた歌詞が作詞するなんて、さすが。ああいや、配下に言わせれば船出から、つまりはなかなかロマン。その兄弟船を作った音楽家のお孫さん、あなたとプリン。なるほどの。プリンめ。プリンのやつめ。お、黒金の刃で誰よりも働いていたのは自分。あげく。で、団の解散後、どこへともなく姿を消した。それは戦場アイドルプって。よみがえらせると。あの偉大なる兄弟船に目をつけ。しかし、まるで男のロマンを。荒々しく勇壮だった局長をあれほどまでに蹴っ、わしらが。それだ、今みたいな調子で。あげく、いずれにしてもプリンは楽曲を使いたい。でも逆にバルバロッサは楽曲を使わせたくない。なんでしょう、これから私が。うん、これでまたどっちかを選んで、この場合はもうあれっすね、スーパースターを取るんで。もういい加減に、これ以上人に迷惑。 OK、 これで話が決まってくれれば早い。ダンジョンとか特に行くこともなく、さよなら。これはな、ルーラ的なものがないからな。町に行けば町からワープができんのに、豚が。あの豚連れてけばいいのに、一緒に。豚一匹くらいの世話してやるよ。てか今子供連れ回してるんだよね、そういえば。見ないけど。こいつは、何、一撃で倒せなかった。そうか、遠くに森に行くって言ってたもんな。やたら遠くにいるな。ってことはやっぱりダンジョンには行かないといけないのか。おーな、殲滅完了。アイテムとかは確か買ったから大丈夫だと思うんだけど。またポンコツ3人か。スクラップにしてやる。あんまり炎は効かなそうだけどな、機械だから。
スーパースターは補助魔法的なやつがかなり役立った気がする。前回ではあ、4人に増えてる。1体増えたところで何も変わらんということを教えてやろう。わあ、攻撃された。変わった。やるじゃないか。1回で900食らうってことは、あ、しまった、買ってねえアイテム。金がなかったんだ、そういえば。仕方ない、ケアルラを使うか。ケチって。あ、ティズがなんでこんな減ってんだ。ここの洞窟か。カレーダの森。早速右にアイテムが。落っこってるアイテムだからな。やっぱりな、あんまり必要ないな。宝箱はちょっと期待できるけど、宝箱の中にもケーキが入ってたりするからな。おっとっとっと、なんか強そうだぞ。ちょっと待って。まあいいか、やることは変わらない。バハムートの劣化版だなこいつ。何、炎をガードしてくるか。ってか硬い。いやマジ硬いなこいつ。いてててててお、倒した。でもうん、魔法で倒すか。何に弱いんだ。一個ずつやっていくか。ハイラ、ブリザラ、サンダラ、エアロ。ハイラか。なんか回復しそうだな、どれかで。そんなことはなかった。いっていっていって死ぬ。オッケー。あのドラゴンが硬いっすね。もうマジックパンなくなるぞこれ。なくなった。寝てくればよかったな。エーテルターボを2つ使おうか。いや厳しいな、いきなり厳しいなこれ。お、やった、エーテルだ。助かった。ケアルダ1回分にはなる。左の方から行けば宝箱が取れた気がするから。うわー、こいつらな。これ何なのこいつ。ちょっと調べよう一回。でガードしよう。3800、弱点水か。うおー、死ぬ。マジで死ぬ。弱点水ってことは南極の風を使おう。であとはこいつのプリザラで。水っていうかさ、氷だろこれ、どう考えても。くらえ。いや、やたらマジックパワーを使うな。やばいぞこれは。頼む、500円か。いいものではなかった。神々の怒り。氷が欲しかったな、どうせだったら。でこっちの下から、うわー出てきたー。まず U はこいつを攻撃だろう。でマグノリアもとりあえずこいつを攻撃だろう。でイデアはこれはどうしよう。ブリザードで蹴散ろう。間違えた。
ブリザード4連射、これで倒せることを祈る。一気に出て、これでちょっとずつ当たる。160、300、200、あ、結構当たるな。チリも積もれば、お、ブリザードでも結構当たる。猫じゃらし、この宝箱は何が入ってる。おお、リバイブの矛。これは今ティーズがちょうどバルキリーだからな。あれ、なんかこっちの方が強い。あれ、装備させたっけ。カシャコン、眠りの剣装備してねーし、こいつも装備してねーし。イディアは変わらず、よし、完璧だ。生まれ変わった力を見せてやる。あ、こちらだ。ちょっと待って南極の風を、あと1個しかない。まあマグノリアはもう攻撃だな。こいつはそこそこ通るから、ブリザードを単品で2回ずつ。これでもマジックパー40だからな。あ、そこそこは通るな。あれ、なんかバーサクになったぞ。危険じゃねえこれうわ、バーサクになった。よし、倒せなかった。 OK。 ちょっと待って、バーサクは危険だな。何がそんなに怒りを募らせているんだ。バルバルダガーだ。これを変えよう。ちょっと攻撃力下がってもしょうがない。くくりか、そうすると。虫眼鏡って今さら。おお、あそこにサブがある。宝箱がでも4つあるからな。とりあえず下から攻めよう。いや、これはなんか右にも宝箱がありそうな予感がするけど。またこれか。このパターンはね、きついんだよね。どうしようかな。炎がそもそも効かないからな。あ、でも眠りの剣か今。ブリザードで蹴散るしかないよな。あれ、うーん、やっぱりフレームターンが当たらない。完全ガード。あ、寝た寝たけどすぐ起きんなこれしたら起きるんだから、あんまり意味ないな。まずここの宝箱を取る。3500円。お金は大事で、あれは青の宝箱か。鍵いつ手に入るの。鍵はまたここのパターンかよ。ちょうどもう40しかない。クリティカルが出れば結構当たるな。すげえな、めっちゃ攻撃してんだけど。結局一人で殲滅できた。うわ、ブリザード4発でも倒せない。
エーテルを投入するか。エーテル40だ。1回分しかならない。また旅。これ多分あれだな、これ全体見渡せんの？ちょっとしか見渡せない。右の方にアイテムがあると見た。あ、これは安心だ。いや、ダメージが通るっていいね。銃とかってダメージ無視なのかな。ダメージ無視やねや、防御無視なのかな。それだったら一人トマホークを入れておいてもいい気がするんだけど。ああ、やっぱあそこにキラキラ光るものが見える。回収しておきましょう。ふう、このパターンか。安心パターンですね。フレーズ、このケーキのためにわざわざ遠回りをしたのか。リピートオーケー。うわー、死んだよー。早いなこいつら。フェニックスの回復できるものがない。仕方ない、ケアルラを1回だけかけてあげよう。こいつも1回かけよう。完全に貧乏人の生活だな。頼む、敵を出るな。よし、休もう。こいつも歌ってるよ。ちょっとアイテムを買い込みましょう。ハイポーション。ハイポーション。ハイポーションちょっと50個くらい買っとこう。安い。安いって言っても、お金めっちゃ減ったな。あとは、やっぱ南極の風だな、これ5個。ゼウスの怒りも5個。よし、これでいいかな。これ何？攻撃回数を上げる。すげえ。1個買ってみよう。これは行動速度を下げる、まあ、1万円はちょっと取っとくか。でセーブして、多分もうボス戦だから、ちょっと U のダウジングと金額アップを外そう。物理攻撃 20% アップと、20% アップと、あとはアイテムだな。商人じゃなくて猫だ、猫。攻撃アイテム強化。OK。敵出たー。いや、だから攻撃できるはずだ。サソリが、ちょっと硬いかどうかだな。あ、硬い。サソリは硬いなぁ。あ、でもパワー少ない。魔獣の肉。死体から手に入れたのかな。おお。我は参ちる。我は。ああ、作曲活動って。おお、こうしているとね。さすがです。いや、待ってたく。聞こえてる。さっきまではあんな。ふうん、私たち。なるほど。それでは、やはり、ええ、な、まあ、一方、あのバルバロス、ええ、あなたのおじいさんが作った、なので、プリン、まあ、こっち、いや、
あの発見された祖父直筆の楽この曲を海と男のロマンが。おおすごい。あららねえバルバロッサは戦場アイドルプリン・アラモード世界的に有名なんだ。祖父の楽曲をアレンジしてかのしかしええなるほどね。祖父イデアさんどうぞ。んどうしたイデア。ああプリンの新作曲者のどうする。まあこれはプリンの楽曲アレンジは認めてはダメ。スーパースターだなやっぱり。海賊も攻撃力は高いけどプリンの楽曲アレンジなんか絶対にダメ。確かにプリンはすげえな。ましてや話題性も申しでもねこの曲を忘れさあなたのおじいさん決してましてやこれは祖父のマネージャーがいるのか。作曲者です。あんたのやり方神アレンジとりあえずこいつを倒す。もういい会話はめんどくさい。スーパースターのアスタリスク味方を強化。 OK アンダードぶっ飛ばす。これはあまり話が重くなくていいっすね。イデアさんで起きた。配下が来た。配下が、まあ、大体配下いるからな。んこれはなんか弱点が。うんどうしよう。天狗のくしゃみ風でとりあえず曲も鬱陶しいな。あとは大地のドラム。これで配下を排除できれば。おお強い。おお倒した。よしよしよし。ちょっと調べよう。でこいつは攻撃回数がアップするっていうやつを使ってみよう。これだ。デフォルト、デフォルト。結構ヒットポイントあるな。パワーオブラブ1000。結構食らう。マグノリアは攻撃しよう。ケアルダで回復と。あれこいつ最初からウルフつけてなかったっけ。10ヒット。よしよしよし。そこそこ当たんな。ケアルダこいつはデフォルトで備えておこう。パワーオブラめっちゃ攻撃力上がってんな。ちょっと耐えようここは。ああ700食らう。何ターンで切れるんだこれ。新兵隊マジかよー。めんどくせえこいつ。またアイテムを発動させるか。でもこいつらな絶対弱点属性があるからな。一人は残るかもしれないけど炎で攻めよう。まずはボムの右でも使っちゃおう。まあプリンにも当たるからな、ボムの右腕であれば。よし。あれそんなことなかった。なんだなんだなんだ。
こっちへ強え。え、あと1文字いくつ？でも1万9000か。まあいいや。劣化のウルフを1回使おう。で、ウルフファングのバイソンホーンのウルフファングと。こいつなんかいいもんないからな。あれ切れてるし、しかも。ファイラで、こいつはなんかいいのがない。本心劇か、これでいこう。これで生きちゃった。おお、生きかけ、攻撃しろ。いた、本心劇。本心劇って1回か。三刀流の意味がないな、そうすると。ほら、ウルフファング、バイソンホーン、これ超強い。あ、倒したよ。星のペンダント、フェニックスの星の砂。よーし、スーパースター。スーパースターマンですね。スーパースターマンは人気がなかったのに。うん、いいね。さらばだ。はい。なんともけたたましい人。世界よ。いずれにしても、そうだ。そうは言って。大丈夫。なんで来たんだ。完全にモンスターじゃねえか、部下。海の男は来る途中。おお、やつ。ウッドリートさんは。あの楽曲は、ウッドリートさんが認めなかったわけじゃなくて、イデアが認めなかったんだろう。そうか、大量の。なんていうか、ビリビリ。わ、結果として、意味でも海の男の、うん、まあこの話は全然いいっすね。重くなく。いや、クロマ同士の話は重かったよな。バハムートちゃん死んじゃったし。とりあえず、イデアレベル8か。何でも全体が欲しいんだよな、ただ。まあ、とりあえず一回、外に出よう。テレポストーン。っていうのアビリティをちょっと戻さないと。これとこれとこれ。どれだっけな。ない。ダウジング。あと、商人だ、商人。で、入手金額アップ。イデアのジョブを早速変えましょう。スーパースター。ボルテージってなんだっけ。おお、 5% 上がっていく。いいね。アンコールって何。パワーオブラブ、対象の物理攻撃力 20% 上げる。そう、これをね、全体化したいんすよ。やっぱりちょっと先に全体化覚えよう。何でも全体化、何でも全体化とのコラボだ。まだまだ先は遠いな。まあ、いっか、装備はこれで。はい、というところで、
スーパースターのアスタリスクを手に入れたので、次回はまたちょっと物語の方をやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。